間10億円選手が日本プロ野球界に生まれました。俺らから見たらせいぜい5000万だな。それでスプリットこうやったら違反だから、うん、これつけて相手との話したら顔つき変わりますね。さすがですね。監督が今日本のプロ野球界でこいつはプロ野球界の今のエースだなっていうピッチャー誰ですか？エース、うん、案外そういう面ではオリックスの山本なんかっていうのはあれいいね。いいですか、うん、ああですよね。で右にこう倒れるでしょ、はい、あれ力出ないよ。うん、だってそれこうやってパーンと打つのあとこうやってこうやらんと出ないじゃない、うん、目標にこうやってパーンってやって出すから行くんだよ。こんなやつ1回だよ、うん、あれ教えられねえコーチはバカだよ本当うん、だからアメリカのいいピッチャーたちこんなんいないよ。うん、うん、若いのではヤクルトの奥川。奥川まだまだまだですか？あれはこれから。ロッテの佐々木朗希はロッテは見てないやっぱり。あ、そうですか、うん、じゃああと誰いるかな。ライオンズの高橋光成ご存知ですか？いや、見てから、うん、パリーはあんまり見てない、ね、あ、そうですか。巨人軍の菅野は持ちますか？そうやの、持たない持たない。あんなもん年間4回も交渉するやったらもうやめたらいいんだよあれ金もらえるけど何億よ。4年契約で40何億いただきましたね。年間10億円選手が日本プロ野球界に生まれました。あの1年で7億か8億もらうんで、はい、そんな選手ないよ。今年は8億、はい、俺らから見たらせいぜい5000万だな俺ら、うん、安原なんか今死んだ安原、はいはい、4球した。去年度17勝ぐらいしたんで、ほいでこうやったらもっと肩もすいていたら君何年生って1年3年間20勝したら聞いてやるのが巨人だったね。昔はそうだよ。ほいで先発完投が当たり前、はい、それの藤田ガンちゃんまでは投げたよ、はい、堀本も投げた、はいはい、うん、はい、だから今みたいに5回やったら権利があるから、うん、であとは後に任せてクローザーに任せてああいうやつやったらダメ、うん、人間堕落する、うん、置いといてもいいけど、うん、やっぱり基本的には先発完投するというトレーニングしないと、うん、トレーニングがね、うん、マラソンの選手がね、うん、短距離の選手に全然しないってやったら走れんで、うん、今の野球なんかもうヤクルト西川が、はいはい、あれ社長知ってるから社長ね、石川を長く使うならクローザーにせえと、一回だったら彼はやらないっていろんな球を掘れるから、はい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 、ね、あれねローテーションピッチャーで使う元気はつらつですっていう何を言うてんのだから東尾は中4日か5日であれゴルフして遊んどるぐらい、うん、そのぐらい元気だよ、うん、いいように考えたら。でも監督はよう使いましたよね、先発で使って日本シリーズじゃ抑えで使いましたからいや あいつはね根拠あれね、うん、こう言ったらね監督ファーストランナーもし出したらね最初わざとゆっくり掘ります、うん、その時はペッって言ってアウトにします、うん、で森氏がね、はい、唾を吐くよ、はい、パッと、はい、でスプリットこうやったら違反だから、はい、これつけるってはあ、それ気がつかなかったな。そうなんで、はい、だからみんなねあの頃の西武の連中はね、はい、やっとったんだよ。それでヘイトコーチでしょ、はい、監督の言うことを言うんで、うん、だ選手が反発したらね監督命令ってこう逃げる。監督命令俺言ったことない悪いやあいつは。いやーゲーム終わった後ね、いつも〇さんが賛成会でってミーティングルームに集まって、今日の2回のあのシチュエーションをこれこうだみたいな、まあ、野球の勉強ができたんですよ。そしたら先輩たちが、上級生たちが、もう今更そんな野球の細かい話はいいやみたいなって、どのこうのって結構笛山が溜まったんですよ。で、多分永井さんの方から、永井さん選手会長でしたから、はい。で、多分監督のところに、ちょっとって言って、監督が今度は
に代わって来られたんですよ。はい、まあちょっと我慢してお前ら野球勉強せえみたいなこと言ってくる言ってましたけど、長いで、ね、うるしょうがないですか。うん、分かるん。それでよし、それでにお前しばらく黙っとけみたいな、ブーって、それでヤクルトの時からヘッドコーチのやめて、はい、コーチだけにして誰が教えてもいいようにするってね、うん、ヘッドコーチを外したら私は困るって言ったの。うん、結局ヘッドコーチでね、威張るんです、あいつは。そういう育てたから僕は分かるけど、うん、うまいことやらなかったかも。ちょっと裏で何やってるか分かりませんから、ちょっと調べてください、裏行って、はい、自分タバコ吸いに行け。俺タバコ吸わなかったかも。もうだから匂うんだよ。あいつはああいうこと抜けてるんだよ。だからだハワイ逃げるんだよ。フロントを騙しても選手知ってるから。話題変えます。え、ピッチャーで今度はバッターで、はい、日本を代表するバッターだから、こいつのバッティングがいいから子供たちにこのこいつのバッティングを真似しなさいっていう、いますか。あれオリックスの吉田、うん、はい、あれは同感ですね。いい、はいはい、あれ今度選手権でフォークボール打てなかったからね、うん、だからひょっとしたらまっすぐカーブ押してるかなと思うんですよ。いやいや、それなかったら今の野球ではないと思いますけど、はい、うん、あれは来たやつここ取ってパーンって、はい、そうですね、うんうん、鈴木誠也はどうですか。鈴木誠也、ヤクルト、あ、カープの、あれはその気に なったり、うん、あれは今の佐々岡になめてる。あ、うん、前の監督、尾形が、尾形、はい、あの時は一生懸命、最近はへーっとやるんですよ。やっぱりね、トレーシーなパーンとパーンとやるべきです。うん、天気、坂本は。坂本もバッティングダメだな。清宮はどうしたら。清宮、はい、あれは体作り。体作りかな、うん、はい。だから、あれは体ができたら面白いんだよね。あれ、うん、だいたい、あれ、ぼっちょっと直せや、こんなの。バカみたいね。合気道行かせますか。いや、天風とかね、東平高一、はい、球が来るんだろう、来たらもてやって言ったもんな。はい、はい、それから玉井君だな、押す、うん、ね、こうやったらピャー倒れる、はいはい、そりゃ違うって、うん、気が出しちゃったら、うん、こうやったらもう、うん、いいんだ、打てるって。なんか今でもちょっとこうね、合気道の話したら顔つき変わりますね。さすがですね。目つきが、はい、はい、さすが。ご覧になっていただいてありがとうございます。お願いございます。まずチャンネル登録をお願いします。そしていいねもついでによろしく。それでいろんなこと思ったら、俺こう思うよ、いいねとかいろんなものあるでしょうから、コメントもよろしくです。